料理さん、またそこ顔じ、ダメ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 、なかなそこ顔じったら、お母さんの足持っとかったかも。料理さん、またオクラさん、オクラ、あいで、また足か、カミカミダメ、あんなかの足、料理。母さん怒るよ、足噛んだら。母さん、あれ、また足噛む。ふん。ダメ。ダメ。ダメ。料理。料理さん。鮭。あなたもそこほったらかねえぞ。くっ。どかんたかん、母さん。料理。鮭。うん、料理してんね。鮭焼いて。ゴーヤ、よし、本年あそこ藤子さんがあそこをゴーヤクッキング、なんかこっちも見えない、手元が見えんねんね。手元が多分。スプーンどこ行った？スプーンあれ。これまたそこ。そこが癖なってんね。あれも出そうしてたら。マッチョクッキング料理、ゴーヤはヘタをこの中を切れく取ったら苦くございません。ここをほじくりまくりましょう。夏野菜ゴーヤ、ここね、これスプーンで、今沖縄の先輩が教えてくれた。あー、もうまたほじくりよ、そこは多分これ。くっ、もうダメ、もう入っといて話すの。ゴーヤさん、残んねん、あの子な、あれ、あそこ
ゴーヤさん、ゴーヤ、ゴーヤ。はい、どこ行った？あ、また登りよんねん。ほら、もう見て、登んねん。登んねん、ほら。お客さん、おーや、で、よし、桁を取ります。ん、登んねん、藤子さんが。ゴーヤ、ゴーヤ。ちょ、洗濯機と冷蔵庫買おう思ってね。洗濯物がつかへんから。あれ、また脱走してるわ。また脱走、脱走すんねん、藤子さん。ゴーヤさん、ゴーヤ、ゴーヤ。ね、皆さんゴーヤ食べましょうね。これダイエットになるんですよ、ゴーヤは。ゴーヤー、野菜を買いだめしない。夏なので傷みやすいから。ゴーヤ、ゴーヤ、ゴーさあ、ゴーヤ。玉ねぎも切っとこうか、これ。ゴーヤ。藤子さん、何しよる？藤子さん、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 藤子さん。あら、リュックが倒れた。リュックが倒れた。藤子さん。ゴーヤ、ゴーヤ、ゴーヤ、ゴーヤさん。イエーイ、ゴーヤ、ゴーヤ。グローバー、グローバー。ゴーヤ、ゴーヤ、ゴーヤ、ゴーヤ。鮭ゴーヤ、オクラ、オクラ、オクラ、イクラ、オクラ、イクラ。オクラさん、ちょっと体締まってきたでしょ。ダイエット生活1ヶ月経過。ただいま 85.6 キロ。本日 85.6 キロ。ゴーヤさん、ゴーヤ、ゴーヤ、ゴーヤ。あ、ちょっと待って、こオクラちょっとやったらうまいからね、これオクラ。鮭やい。なんか変な音せえへん。なんか変な音せえへん。ふじこさん、
ゴーヤさん、あや、鮭焼いてんねん。鮭。鮭。母さん、見て、可愛い、これもらってん。お弁当箱、こんなのこっちゃこたかんのこれ。こうできてくれたんや、わざわざ東急ハンズで。ランラン、また。また端くり虫だ。食って。ありがとう、弁当箱。米って書いてんの、米。はい。ほじくってあかんねんで、そこ。床入ってあかんねん、床。それダメよ、母さんの靴。母さんのシューズ噛んであかんねん、それ噛んでます。私のシューズの中にダメよ。かわいらしいのこれ。まずオクラを入れましょう。焼けましたので、オクラさん、鮭。また補助しようね。ここ下ほなもん、ここもな、ここもか。オクラさん玉ねぎ。もうそんなんしょっとあかんわ、藤子ちゃん。それもうそこが痛む、それも。それもう誰とかだったそんなん。弁当箱ありがとうって。さあ、お弁当。鮭。焼けたね。鮭ってすぐ焼けるよね。ね。仕切りした方が良さそうやね、これ。仕切り。